どうも、沖田裕樹です。お願いします。さあ、今日語る映画は、デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション、交渉。待ちに待ったね。浅野いにおさんの原作漫画を前後編の2部作に分けて公開したっちゅうこの作品ね。3月末に前編公開されて、2ヶ月待っての交渉っちゅうことで、前哨がめちゃめちゃおもろくて、もう交渉早く見てとか思っとったんじゃけど、なんかちょっと延期なんかもされて、当時よりもちょっと遅れてね、公開されたんですけど、ついに見れるという期待と、もう終わっちゃうという寂しさなんかを抱えながらね、行ってきたんですけど、で、僕はあの前哨の感想動画の時にも言ったんですけど、浅野いにおさんの作品を読んだことなくて、このデッドデッドデーモンズもね読んでなかったんで、もちろん原作知らずにこの交渉を見に行ったわけよ。どうやら原作とラストが違うらしくて、なんか原作好きの人からすると割と賛否両論あるらしいのね。まあでも確かにその交渉を見終わった後に前編おもろかったなーってなる感じはあるのよ。これがその良くも悪くもなんだけど、なんでまあちょっと今回はね、このデッドデッドデーモンズの交渉についてネタバレありで喋っていこうと思うので、まだ見てない人はね、ぜひとも映画館で交渉を見に行ってみてください。前哨がおもろすぎたんかもしれん。いや、その交渉がおもんないってわけじゃないのよ。交渉も普通に面白いんだけど、めちゃくちゃおもろそうっていうワクワク感を、ちょっと違った角度で交渉を展開されていくから、エンディングに対しても、あ、こういう感じで終わるんだっていう感想になったのね。別にこれがね、なんかその悪い意味でとかじゃなくて、なんか期待外れではなく、期待違いをしてたなっていう感じだったんですけど、前哨の段階ではね、ある日突然上空に侵略者たちの乗った大きな母艦というのが突然現れて、人類が滅亡してしまうんじゃないかっていう緊張感の中で、オンタンとカドレっていう二人の女子高生のね、まあ、たわいもない青春というのが送られていくっていう、平和の中に緊張感が漂っているみたいな生活だったんですけど、そんな中でね、その主人公の友達のキホちゃんってのが、この侵略者たちの抗争に巻き込まれてしまって、亡くなってしまうと。侵略者がいるっていう怖さがね、改めて浮き彫りになっちゃったんだけど、まあ、なぜこの侵略者がやってきたのかっていうのを紐解いていくと、なんとこの、オンタンに原因があったと。オンタンのそんな悲惨な過去っていうのが明らかになって、俺らは、いや待てよと。でも、カドレちゃん普通に生きとるよな。で、なんならオンタンも宇宙人の侵略者のことはいまいち分かってないし、どういうこと？ん？どういう意味？ってなっとったら最後に、地球滅亡まであと何日みたいなのが出て、まあ、前哨が終わったわけよな。だからもうワクワクするわけよ。おいおい、ちょっと待てと、なんでもないね、たわいもない女子高生の日常かと思いきや、なかなかハードな SF 設定が入り込んできて、なんか、あ、世界系なんかとさえもね、匂わせられとったんじゃけど、交渉の冒頭でね、その地球を侵略せんとする侵略者たちが、その人間に駆られていくっていうところから始まるわけよ。だからもう侵略者視点で始まっていって、前哨のね、その我々地球人が侵略者によって恐怖におののくっていう場面の逆転の視点から始まるから、ちょっとなんか見とる方は複雑な気持ちになるわけよ。なんか侵略者が敵なんかなって思いきや、侵略者の目線から見たら人間の方がよっぽど恐ろしい存在で、容赦もなくね、家族とか友達とか仲間を殺されていくと。で、その侵略者もさ、なんか血がまあ緑色だから、あんまグロさはないとは言いつつも、まあ結構ちゃんとグロいのよ。侵略者に同情するなとか思っとったら、オンタンとカドレちゃんはね、その大学生になっていましたと。バラ色のキャンパスライフというのを送っていたと。だからまあこのノリっていうのは前哨とあんまり変わらずに、まあそのオンタンとカドレちゃんっていうのは何も知らずに青春というのを送っているんだけど、実はその裏では政府の陰謀とかね、こう侵略者が次々に殺されていっているっていう、まあ悲惨な日常みたいなのも送られているわけよ。で、ここのまあ日常と SF のバランスっていうのは、まあその前哨同様あって、ただ俺らからするとさ、やっぱり前哨でさ、タイムスリップしてんじゃないかみたいな感じがあって、オンタンの過去も知ってる分さ、もう、早く進めてくれと。早く世界の断りを教えてくれって気持ちになってるわけよ。ほんなら前哨でチラッと出てきた、大場くんっていう人間の姿をした宇宙人みたいなのがいて、この大場くんが、まあ、結構この交渉の方ではがっつり絡んでくると。大学生になったオンタンとカドレちゃんが、大場くんをかくまって、3人で共同生活をするっていう場面が交渉入ってくるんだけど、これが、彼女たちが小学生の頃に、夏期講習の時に出会った、最初の宇宙人に、磯部屋のぬいぐるみを着さして、同居生活みたいなのを送っとったっていう展開の、まあ、アンサー的な感じだと思うのよ。側は違うけど、中身は宇宙人っていうのを、
その小学生の時はカドレちゃんが好きだった漫画のイソビアンで、大学生になったら今度カドレちゃんが好きだったアイドルグループの男の子の側を被ってるっていう、あの頃の生活の延長みたいなので、今度大場くんっていうのは転がり込んでくると。だから俺結構この辺ヒヤヒヤして、あの時宇宙人と出会って、あの宇宙人と3人で共同生活をしてしまっていたからカドレちゃんは闇落ちしたわけで、この世界線のオンタンとカドレちゃんには宇宙人と共同生活をしたっていう記憶はないわけよね。大場くんの側を被った宇宙人がやってきて生活するってなった時に、あれ同じやんってなって、ってことはまだあの小学生の時と同じ感じのことをしてしまうのかっていう怖さがあったわけよ。小学生と比べてやっぱりその成長してるし、まあ大学生だからやっぱしょうもないのよね。ちゃんとしょうもない大学生になってんのよ、オンタンもカドレちゃんも。だからあの陰講教師おったよ、あの渡瀬先生か、あいつキモいな。高校時代の担任の先生とまだ関係が続いとって、なんかデートなんかをしつつね、渡瀬くんとか言ってるみたいな、クソキモい関係性みたいになっとって、ぬるい恋愛みたいなのしてるわけよ。大学生っていう人生の夏休みだから、時間の浪費の仕方、青春の過ごし方がちゃんとこう大学の青春生活みたいなになってんだよね。だから闇落ちする余地もないと。だから小学生の時には漠然としすぎてなかった恋愛という感情が確固たるものになってしまってるから、もう完全にラブストーリーの方に突っ走るわけよ。ただここでね、やっぱその大場くんの存在がさ、やっぱ見とる俺らからすると、まあちょこちょこ邪魔なんだよね。やっぱ俺らはそのオンタンとカドレちゃんの共依存っていうのを見とったけさ、カドレちゃんのために世界の滅亡を選んだオンタンの絶対的な愛みたいなのを俺らは知ってるじゃん。だからその大場くんが入ってくることで俺らは少なからずその邪魔すんなよ感が出るわけよ。大場くんもすごいオンタンのこと好きなんかわからんけど、マジで侵略者なんよ。オンタンとカドレちゃんの青春の日々を侵略しに来たやつなのね、俺らからすると。でなんかその過去を見る機会みたいなによって、そのオンタンの過去を見とって、見ている俺ら観客と同じポジションなわけよ。だったら大場くん、お前ちょっとと空気読もうや。タイムスリップやら何やらとか、まあその前哨で分からんかった謎の部分を明らかにしていかんといけんっていうところで、まあ結構こうハードな SF 設定がまあより多くなっていくんよね。複雑な SF 設定がさ、なんか2回ぐらいに分けて説明されるじゃん。なんか最初は初めてオンタンの記憶を覗く瞬間、その後大場くんと、あいつ名前なんだっけ、あの金髪の出っ歯の子いるじゃん。あの子にそのオンタンの過去を見せるっていうところで、その2回回想シーンを入れてくれるから、まあそのそれがこうより複雑になってると言われたら確かにちょっと見づらさはあるんだけど、まだなんとなくわかるし、あの母艦が落ちてきたら人類が滅亡するから、あの母艦落とさんようにせんといけんっていう、まあ明確な目的ってのが一個あるから、置いてかれることはあんまないのよ。でこの大場くんはその人間でもなければ侵略者でもないっていう風に劇中言っとったけど、その中間にいる存在だから、青春パートと SF パートっていうこの二つのパートを繋ぎ合わせる役目をせんといけんのよね。だからまあなんとかね、その母船止めようとするけど、ここのその大場くんが一人でこう孤軍奮闘で母船止めるっていうところが、やっぱ俺ちょっとねよくわかんなくなっちゃって、途中なんかエヴァみたいなの出てくるじゃん。 あれ何で、なんか言ってた、あれで、なんか変な泡みたいな、触れたら爆発する泡みたいなのがさ、ソフトバンドベッドみたいななんか出てくるじゃん、ボワーって。多分その3.11 っていうのをね、一個こうメタファーとして置いとって、原発事故によるも放射能の影響とか、そういうこうで母船が爆発した後にあれが落ちた後の二次災害みたいなところをね、多分あのシャボン玉みたいなんで描こうとしてるんだろうなって思ったんだけど、ただなんかその大場くんがさ、そのちょっと止めるじゃん母船を。だからあのシャボン玉もなんか広がりきらずに東京だけに留まって、なんとか無事でした、みたいな感じになるじゃん？よくわかんなすぎて、そうなってくると。じゃあなんかパリの方に出現したあれはどうなるんとか、やっぱあのさ、爆発のシーン、あれ凄まじかったや、もう。あれ、ちょっとショッキングだったじゃん。原爆を多分意識してんのよ、あのシーンは。だからより一層俺は、二次災害が広がんなかったみたいな展開とかが、あんま意味をなしてないなっていうか、東京だけ壊滅させた意味がよくわかんなくて。あとやっぱその、あの爆発のシーンが言ったら多分交渉の目玉だと思うのよ。辛すぎるっていうか、あまりにもカドレちゃんとオンタンが不干渉すぎて、あの母船の下りに。侵略者と人類が手を取り合い、あの母船をね、落ちんようにこう、なんとかするとか、敵がいなかったから、もう、その侵略者でさえ弱い存在で、
で、もっと言うと、もともとこの地球は、あの、侵略者たちの星だったのが、人類が後からこの侵略しとったっていう、寄生獣みたいな、本当の侵略者は人間でしたみたいな感じの断りが明らかになったところで、ってことはもう侵略者も敵じゃないんやってなるじゃん。見方がわかんなくなるんよね。その、どう感情を持っていけばいいんやろうっていう。みんなで一緒に戦おうや、みたいなのが、ちょっと見たかったところはあるな。やっぱこの前後編に分かれちゃっとった分、特に前哨で FPS の下りとか、あとあの夫人とかね、来たるべき時の戦いへの準備が万端だったけどさ、前哨で交渉、特にその戦いがなされないっていうのは、ちょっとなんかこう透かされた感じがして、前哨で好きだったキャラクター、交渉でほぼ嫌いになるぐらいそのみんなうっすら嫌なとこ出てくるじゃん、交渉で。この多分人間の描き方みたいなところは、多分ちょっと浅野イニオイズムなんだろうなって、読んだことないけどなんとなく思うし、いい人悪い人とかじゃない、なんかみんなうっすら嫌な人だし、みんなうっすらいい人だよねみたいな、聖人君子は出さないみたいな。だから一番のいいやつは大場くんなんだけど、大場くんは人間じゃないから、人間描写としてはすごい面白いなって思ったんだけど、ただやっぱ、オンタンとカドレちゃんが、いくらなんでも不感症すぎて、見とる俺らの感情の落とし込み方がむずいよね。だからそのカドレちゃんとオンタンの青春と、ハードな SF ってのが、意外と混ざらないっていう展開だったのが、見たかったものとは違った感はあるんだよね、俺の中でなんとなく。まあ、大場くんが多分、交渉の言うたら主人公みたいになってね、最後にこう、ただいまなんて言っとったけど、ただいまて。いや俺もう門出とオンタンだから、俺たちって。まあ、あの二人がキスした後に、ただいまで帰ってくるお前。だからまあその前哨はさ、社会問題みたいなのの取り込み方と、サブカルチャーの入れ方みたいなところのバランスがすごい上手くて、パートによって画風を変えるみたいなアニメーション的な手法もすごい生きとったし、一本のアニメとしてすごいこう見どころがいっぱいあって面白かったんだけど、やっぱ交渉になると、まあ、答え合わせをしていくパートが結構ずーっとあるから、あんまこう、上がっていく感じがなかったんだよね。だからまあ面白かったんだけど、やっぱ前哨が面白そうすぎたなっていう感想になっちゃった。まあだからその、ちょっと2ヶ月経っとるけさ、いっぺんに見たいね、前哨と交渉を。一気見した時にまた変わるかもしれん、感想が。やっぱ時間経ってるから、俺もちょっとうろ覚えなところもあるし、あと交渉も、多分全然取りこぼしている設定とかいっぱいあんのよ。アニメ化する予定もあるんでしょ、噂によると。なんか海外の方で、なんかアニメになるみたいな俺聞いたんやけど、いろんな分岐エンドがあるんやろうね。まあ、でも前哨交渉を通じて面白かったんで、総合的に面白かったんで、まだ見てない人はね、ぜひとも、デッドデッドデーモンズ、デー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 デストラクション見に行ってみてください。以上、沖田祐樹でした。バイバイ。はい、雑談チャンネル、お遊戯室っていうね、雑談の個人チャンネルやってるんですけど、まあ、生配信とか結構そこでやってるんで、よかったら見に来てください。概要欄にリンク貼ってます。てかまあ、ツイッターとかもフォローしてください。X か、X も、沖田祐樹でやってるんで、よろしくっす。まあ、原作をね、読め読めと言われましたけれども、読まないです。もう、てか俺ヒカルチャレンジっていう、映画 YouTuber で、俺に顔がすげえ似てる映画 YouTuber がいるんだけど、ヒカルチャレンジが原作好きで、デッドデッドのね、なんか映画も見に行ってとか言っとったから、よくわかんなかったところとかは、ちょっとヒカルチャレンジに聞いたのよ、俺。なんとなくわかった気でいるんだけど、まあ、でも原作読んでくださいよ、みたいな言われたから、ちょっとね、もう、いっそ、ムジナとか読むかも、じゃあ。もうその、こじらせすぎて、もう、なんか変なとこ入って、もうなんか、ムジナとか読むかも。今やってる浅野ゆにおのやつ。デッドデッドデーモン。でもなんかちょっとこの交渉見ちゃうと、ちょっと確かに原作、ちょっと読みたいなぁはあるね。あと俺どうでもいい話なんだけどさ、メガネを買い替えてさ、これ今普通にね、いつも使ってるメガネで、下北でさ、ちょっと細いヴィンテージのね、フレームのメガネを買いまして、4万したのよ。4万やで。どえらい。まあまあまあ、そのどえりやからしょうがないんだけど、もうえげつない額じゃん。で、この間できたから、完成しましたって言われて、取りに行ってね、下北まで。で、その4万のメガネ、ちょっと見てほしいんだけど。ちょっと野間口徹すぎるなぁ。名バイプレイヤーの顔すぎるな。
びっくりしたな俺。そのメガネの試着ってさ、その基本的に度が入ってないフレームがバー並べてられた時でさ、その試着する時、これまあメガネあるあるなんだけど、見えないのよ。バッてつけて鏡見ても見えないの。見えないからメガネをするわけで、度が入ってないフレームだけ置かれても見えないのよ。だからなんとなくそのぼんやりとモザイクみたいなシルエットでいいなーって思って買って、度入りでバッてかけたら野間口だった。野間口徹すぎるこれ。日本を代表する名バイプレイヤーすぎる。ちょっとびっくりしたの、俺4万課金して野間口徹になったんやと思って、まあでもいい役者だから満足はしてるんだけどね。野間口徹さん大好きだから、もう何の不満もないんだけど、そこに関してはちょっとね、思ったのと違ってね、びっくりしているところです。